こんにちは、YMC 株式会社米満修一郎です。今日はですね、フィリピン滞在中のコンドミニアムからお送りしています。これはね、フィリピンのビールでレッドホースってやつで、まあ、結構強めのねやつです。あれなんて言うんでしたっけ、日本で強めのやつ、忘れたな。ストロング系ねストロング系、これストロング系です。ちょっとストロング系ですけど、ちょっと行かせていただきますね。まあ、暑い国なんでね、いつでもビールが美味しいといった感じですね。ビールの味も最近ちょっとよく分からなくなっているような気もしますけど、自分がねまあそれはいいとして、今ですね、なんでフィリピンにいるかというとね、まだあんまり日本人が出てない時期じゃないですか。なんでいるかというと、ここのフィリピンのマカティっていうところで、まあ、様々なご縁があり、協力者がありながら治療院を運営しています。イエーイ。運営しようと思ってますよね、運営していますになってるんですね。で、今回はオープン記念式典パーティーを開催しました。なかなか良かったですね。オープンパーティーっていうのも結構、まあね、まあそんなのすることいるかなとか思ったんですが、いる、まあ僕結構そういうタイプなんでね、まあいるかと思ったけど、まあフィリピンね、第1号店ですし、まあ楽しませてくださいよって感じで、まあやらせていただきました。まあね、いろいろ集まっていただいて本当ありがたかったですね。こちらで仲良くなった日本人の方とか、まあ現地の方、まあうちのねスタッフもそうですけど、まあ来てくれてすごい良かったですね、うん。でローカルスタッフはね、浴衣なんかを着てね、うちのスタッフはちょっと今一人休んでるんで、まあ、4人なんですけど、4人が不思議、あの浴衣をね着てましたね、うん。それもなかなかいい感じでしたね。すごい不思議な感じですけどね、何ですか、まあその僕らが思ってる浴衣を着ている顔の表情の人と違う顔の表情の人が着てるわけなんで、あのコスプレイヤーたちに囲まれてる感じなんですよね、完全に。だからなんかもう異国情緒満点だなと思いながら、あの楽しませていただきましたね。で、あのレセプションパーティーは、まあ、ちょっと離れた場所なんですけど自分が今この滞在しているコンドミニアムの48階にルーフデッキっていうのがあって、でそこにケータリングサービスですね、あれを持ってって、何ですか、会食用のセットを全部準備してもらって、でビールも持ってきてもらって、でそれでやりましたね。48階なんでね、フィリピンっていうかマニラの市街地が一望できるわけですよ。なんかすげえ良かったですよ。ちょっとこれ見えるかな、ちょっと見せてみましょうかね、いけるかな、こんな感じ。マニラの市街地一望ね、これちょうど夕日が落ちていくところだったんですけど、まあ、こんな感じでなんかね、よく高級なホテルの上に
ルーフトップにね、屋上にあれがついてるじゃないですか、バーがね。まあ結局そういう雰囲気で飲めたわけですよ。なのでね、会費もね、当然そんなねお金があるわけじゃないんで豪勢にやるというわけじゃなくて、まあ必要最低限のものでって感じでやって、いいので済ましたんで、予算の割にはすごくいいパーティーだったんじゃないのかなっていうふうに僕は思います。まあまだまだね、こちらの治療院を盛り上げるにはお客さんが少ないんで、まあここをね何とかしていかないといけないかなっていう感じですよね。で今日のね僕のスケジュールはねこんな感じですね。まあ朝起きますよね。朝起きたら、日本スタッフとミーティング、これここから始まりました。まあもう身支度はしてますけどね。でこれね、フィリピンって1時間時差があるじゃないですか。だから向こうが9時にミーティングだよって言ったら僕8時なんですよ。だからね朝が必然的に早いんですよまあ、まあ比較的早い起きなんでいいんですけど、考えてるより早い感じになっちゃうんですよね。なんかおそれかってなる。だからなんかこう稀ですけど、いやちょっと時間が合わないんで夜の人は7時からでもいいですかって、7時って朝のね朝から7時あ5時あ6時かとか思いながらまあいいけどとか思いながらね、そんな感じですよ。で、ミーティングが終わってからすぐクリニックへ出勤して、現地スタッフと合流して、まあいろいろこう現地スタッフの様子を見たりとか、まあさまざま細々したところがねまだやってれてないところがあって、それをやりながら、まあ施術対応の時間が来て、で、マネージャーとパソコンのセットアップをしたりして、でまた施術対応してみたいな。で夜はいろんな人のお世話をするんで時間がないんで、カルテを記載する時間がないですね。まあしょうがないですね。まあこういうカルテ記載は向こうの人が見て分かる通り全部英語でやるわけなんですけど、でね日本語で書いてもそうですけど、ちょっと時間かかるじゃないですか。なんかね初心の人とかだったんで、あと初心に近い人、でそれらを終わらして、で、ナッツですね。ナッツが売ってるんですよ。こういう袋に入れて、まあこんなナッツ。これが美味しいんですよ。10ペソ、20円かな。このちょっと新品を出します。この袋一つに入って多分20円、絶対10ペソ、間違いないです。20円ぐらいなんですね。だからみんな結構おやつとして買うんですよ。でね、好きな人は大好き、ニンニクチップス、これね、これいいんですよ。多分ニンニクも取れるしっていうのもあると思うんですけど、これで50ペソ140円とかぐらいですね。もういつも日本に買って帰りますね。日本で買ったらね、ニンニクチップスとか高いですからね。これぐらいとかでね買ったら、700-800円しません？しますよね。ニンニク自体がまず高いのにそれを加工するってなったら結構しますよね。だからそんなに安く上がらないと思うんですよね、日本でやったらね。でもなんかここでフィリピンでやったらなんとなく安く上がるわけですね。でこのナッツとこの買ってきた
ニンニクを合わせ技で食べるっていうのは、好きなんです。で、これをやってますね。で、まあ他にもね、買ってきたんですよ。あの、フィリピンの有名なアヒルが孵化する前の、卵を茹でたやつとかあるんですよ。バロットってやつね。それなんかも、まあ一回来たらね、一回ぐらいはそれを食べたいんですよ。あの結構美味しいんですよ、バロット。うん。で、好きでね、よく買うんですよ。ただなんかいつも売ってるわけじゃなくて、ほら、いつも売ってないですよ。あのバロットはこの辺の僕ローカルの食堂しか行かないんですけど、バロットは夜売ってるんですよね。夜、うん、夜しか売ってない、うん、なので夜に行かないといけないんですよ。だから今日は夜に行ったんで、たまたま、まあ、買えたというような感じですかね。あとはね、何を買ったのかな、鶏のなんか、あの豚の角煮の味付けみたいな感じで、したもの。これはカレー風味のチキンカレー、まあチキンカレーですね、うん、っていう感じのやつで、これはうまいですよ。なかなかいいですよ。あとは昨日をちょっと買って食べ残した、野菜類があるんで、これらと一緒にまあ晩ご飯しようかなっていう風な感じです。まあね、このちょっとマネージャーによく聞かないといけないんですけど、このねマンションの契約が何月開園って感じなんですね。2月ぐらいから借りた、2月から借りたな、2月から借りたら、から2から3、4、5、6、7、8ですよね。で、半年契約で終わっていいっていう契約条件でしたんですよ。半年もあったら行くかなと思って、うん、まあ、あれの時半年ぐらいでしたね、うん、ほら、それで今の実際の場所に移ってって感じですけど、まあここでね、人の採用を行い、人のトレーニングを行い、僕は残念ながらまあ出てもらってお酒は飲んでないですけど、ここで一緒に昼ご飯とかね、ローカルのお店で買って、でそれでみんなであの分け合って食べてっていうのをやったんですよ。だから結構こう思い出深いかなというのはねありますね。でまあ一回、ここはまあもう次、僕今のこの状況ではフィリピンに月に1回しか来れない、月に1回1週間ぐらいなんですよ。まあ、それぐらいしか来れないんで、なのでね、一旦ここで、ここのマンションの契約は一旦終わりにして、Airbnb やみたいな感じで1週間借りてみたいな感じにまた戻るということですね。ということです。まあ次ね、またこっちのフィリピンの支店でもね、売り上げが上がったらまた借りて、なんかいろんな人はね、いろんな、ここはこれがいいよ、あれがいいよって言うけど、僕
はここでいいかな。ローカルの食堂も近いし。便はいいかなって思ってますね。十分だね。できないんですけど、一回もやれたことないんですけど、ジムもあるし、ジムがあるんですよ。きっちりした。めっちゃいいんですよ。もう結局6ヶ月間借りて、ゼロ回全部部屋でトレーニング終わらせてしまってるっていう、なんかめちゃめちゃ寂しいですね。ぐらい、なんかトレーニングするじゃないですか。あ、この場所ちょっと一回ぐらいトレーニングしてみようかなとかってあるじゃないですか。まああんな感じですよね。まあまたね、焦らず次ここでこう飛躍の瞬間があったら。また借りれるでしょうから、マンションはね、拠点があった方がやっぱりやりやすいですね。パンツとか下着とか、パンツとかなんかシャツとかも用意しなくていいじゃないですか。置いていけばいいんで、めっちゃ楽なんですよ。支度の時間がすごい少なく済むんで、楽だなって感じです。あとはまあここは洗濯機もついてるんで、ここはね、この部屋はね、まあちょっとなんか無理やり置きですけど、でも無理やり置いてたとしても毎日ちょいちょい洗濯できるって言ったらやっぱ楽ですよ。フィリピンってね、例えばまあここ19階なんですけど、エレベーターが意外と来ないんですよ。だからランドリーに持っていくにしても手洗いって時間かかるから、さすがにちょっとあれじゃないですか、できたら避けたいじゃないですか。でランドリーに持っていくとしたら、ランドリーに持っていくのに時間がかかる、で上がってくるのに時間がかかる、で取りに行くのに時間がかかって、帰ってくるのに時間がかかるっていうことなんですよ。で結構ね、時間のロスが激しいんですよ。ランドリー人にやってもらえるからええやんとか思うかもしれないですけど、あんまりそんなに快適ではないんですよね。だからまあできたら家で部屋で洗える方が、まあ、ありがたいかなって感じですね。まあ今日はこんな感じにしましょうかね。であとはですね、次来月僕毎月、東京で懇親会をやってるんで、次は、お盆明けかな、ちょっと今回はスパンが空きますかね。8月25日の金曜日にフィリピン、前の時はフィリピン行きでしたけど、前々回もね、今回はフィリピン帰りで、懇親会をします。はい、まあ、ニンニクチップスで欲しい人早めに言っといてくれたらちょっと面倒やけど買って行ってあげてもいいかなみたいなぐらいですかね。時間は20時から、場所はね、まあ品川駅周辺ですね。まあそんな感じで、ドタキャンする人がいるんで、事前決済だけお願いしてるんですよ。僕らがホストで予約して。なんかね、しとかないといけないんで、予約すればするんだったらね。なので事前決済をお願いしてます。はい、まあ、気軽な会員なんでね、まあなんか参加してみてください。まあ、フィリピンのこととか、まあ、フットケアセミナーとかもやってるんですよ。とか、まあ、美容の針を打ってみたりとか、
まあ、施術がとかな、そういうのをね、まあ、受付してるんで、よかったら、まあ、そういうのを、まあ、適当に話を聞いてみたらいいんじゃないですかね。まあ、そんなん全然、それじゃなくても全然いいんですよ。いいんですけどね。うん、はい。じゃあ、まあ、今日はこんな感じで、フィリピン、マニラ、マカティから、じゃあ、メルマガ動画、撮影しましたんで、よかったらなんかコメントとかもください。はい、じゃあ、それではちょっと食事を普通にしようと思います。はい、さよなら。